皆さんこんにちは、 PGA ティッチングプロ竹内です。本日はメルマガ読者様からのご質問で、フェアウェイウッドの打ち方について説明をしてほしいということだったので、フェアウェイウッドの打ち方について説明をしていきます。フェアウェイウッドの効率よく練習する方法、そして、失敗しないための練習方法というところを説明をしていきたいと思いますので、ご覧ください。まず大切になるのは、フェアウェイウッドというのは打ち込むのではなくて打ち上げるのでもない、これをしっかりと頭に入れておいてください。フェアウェイウッドのソールというのは広くなっています。広くなっているので、多少手前にぶつかったとしてもしっかりとソールが滑ってくれれば綺麗に打てるクラブです。ただですね、右の腕を使ってボールに当てようとしてしまうと、肘が外に向いてリーディングエッジがこう地面に突き刺さってダフった形になって、大きなミスになってしまいますので、このソールを滑らせるということをまずは、徹底して練習していきましょう。この練習はですね、練習場のマットで練習をしていってほしいんですけども、ボールをまずは打たないで通常に構えていただき、ここから腰からターン、今滑っているんですけども、そのまま戻して滑らせてターン、滑って滑る、滑って滑るといった形で、何度もですね、同じ位置をこう10センチぐらいの間隔滑ってこれるように練習をしてみてください。といった形で、何度も素振りをして、この滑っているなという感覚をつかんでください。 NG なのはこの腰のラインからドンっていう音が絶対にしないように、このフェアウェイウッド切り返しを入れてインパクトまで作れるように意識をしていきます。またボールを上げようとしてしまうと滑ることができません。これも結局下から上にクラブが振られていて、ボールを上げようとする動きが入るとこういう形になります。フェアウェイウッドのミスで一番多いのはこの起き上がりスイングであったりとか、下から上に振り上げようとする動きっていうのがミスの原因として一番多いのではないかなと思います。このフォローのラインで打ち上げずにマットをしっかりと滑らせることができているかどうかというのをまずはチェックをしていきましょう。この滑り方法を練習できたら、実際のコースでもフェアウェイウッドを打つ前にルーティーンとしてこの動きを入れていくのも成功確率を上げる一つのポイントとなってきます。今の素振りができましたら、実際に今の腰から腰の振り幅で、この膝の高さ、腰の高さ、顎の高さをキープして、体を右に回してターンさせる。このようにすると綺麗にボールが、このヘッドが滑ってボールはまっすぐに飛んでいきます。ボールは今回飛ばなくても結構です。今のイメージでボールをまっすぐ打てるかどうかというのがポイントになってきます。このイメージでですね、しっかりと練習をしていただき、通常のスイングに反映をしていきたいんですけども、まずこの動きがですね、ドンとなってヘッドが跳ね返るような動きになっている方は、まずここの動きしっかりと練習をしてください。素振りができてから実際にボールを打つといった練習で、打ってみましょう。このフェアウェイウッドを成功させるためには、この上下運動というのはとにかく NG です。ボールを上げようとするのも NG です。とにかく低いボールでもいいので、前に距離を出すといったイメージで、トップでもいい、ライナーでもいいという気持ちを持ってヘッドを低く長く出してみてください。それではいきます。先ほどの3つの高さをキープ、膝、腰、顎キープしてターンしていきます。はい、このようにですね、しっかりとターンしてスイングを作れるように練習をしてみてください。腰から腰の素振り、滑っている音を聞く、今回のポイントとなります。ぜひ一度試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん、上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。